え、うん、っと根性論の生き残りさん、うん、久保田和信さん中山ことさんこんばんはこんばんはーあ TVer の登場で今田舎のおばあさんの挨拶してんいやどう拾えるか今の,今の一瞬の声だけで田舎のおばあさんって分かるかなんていうか最初呼んではい久保田和信さん中山さんこんばんはこんばんはー田舎のおばあさんか語尾長いの <laughs> はい TVer の登場で地方局が放送していない番組を見れる時代になりました確かにそこでお二人に質問です青春時代なんで地,地元では放送しないのというテレビ番組はありましたかいやだって TVer がないから他の地元のテレビを見れるっていう状態じゃないやん何言ってんのこの人あんまおっしゃる通りで、うん、<laughs> 特に久保田さんの地元宮崎県は現在も二局体制なので多いと思います、うん 他の局のテレビ番組見たたかったで宮崎のテレビしか見れないわけだからその時 TVer があったら話は変わってくるけどだから、えー、ナイトスクープとかって言われてもよう分からんかったし知らん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 よそんなのあとどれかなだってごって感じも夕方5時にやってたから変な時間そうやで <laughs> めちゃくちゃやで <laughs> あ,れあとあれやろあのか夜中やってるような番組とか夕方ぐらいやっててそうあのやりすぎ工事ね今田さんと東野さんのやりすぎ工事のめちゃくちゃエロい Y ダンっていうやつがあって、うん、<laughs> それ日曜日の昼二時に流しやがって で俺が自分でそのなんかね、うん、事故するときにみたいな話してて、うんうん、もう親からもう涙の泣いてる声で無いか減にして <laughs> 泣いてるやんもうやめて恥ずかしい知らんって俺それなんてなんかな、ね、ああいうのも紐解いていったらね、うん、宮崎って結構スポーツ大国やったりするからなんかもうそこにあんまり興味ないんかなバラエティーとかに まあな、宮崎ってそういう星系が多いからなあ,あこうし温度的にも、うん、まあ星もあるけどスポーツに夢中になりやすいねそういうの運動やな外出てそう,そうだから俺たちのその銅像も早く動かしてって何にも動かへんねん <laughs> 毎回動かへんねんなマジで <laughs> <れ>宮崎のいやそれ関係あんの <laughs> 銅像関係あんの気温とか関係ないやろ全部 <laughs> お前のせいちゃうのいや <laughs> 知らんけどそれマジでなんやねんもう